い、皆さんこんにちは、203です。ディスクブレーキについてどう思いますかみたいなことをコメントでいただきましたんで、ディスクブレーキとリムブレーキについてのことを今回は語っていきたいと思います。で、僕自身がじゃあリムブレーキとディスクブレーキどっち派なのっていうことで言うと、まあ僕は今現代で言うとリムブレーキしか乗ってません。まあ友人がディスクブレーキ乗ってるんで乗ったことはあるんですけども、所有したことはまだないです。で、僕自身の考えというか希望はどういうものかというと、リムブレーキとディスクブレーキが共存共栄していくような世界が本当は続くといいなとは思っています。まず最初はディスクブレーキの、まあ、メリットとデメリットみたいなものを言っていきたいと思います。まず機構としてのディスクブレーキなんですけども、車とかオートバイとか、まあ、そういうところを見ても、まあ、やっぱりもう全てディスクブレーキということで、まあ、機構としては、まあ、ブレーキの中では最も優れている機構となっています。なので、まあ、ロードバイクももちろんそういう進化の過程でディスクブレーキに移行していくっていうのは全然まあ不思議じゃないですね。すでにまあ先行して MTB とかではほとんどディスクブレーキになってるんで、まあ、ロードも近いうちにはディスクブレーキに移行していくっていうのはまあ普通に考えられると思います。まあ、自転車のディスクブレーキなんですけども2つ種類があって、油圧式のものとワイヤー式のものがあります。で、ワイヤー式のものはあんまり効きも良くなくてですね、そんなにまあメリットがないというか、やっぱりディスクブレーキにするのは油圧式のディスクブレーキのモデルを選んだ方がいいと思います。で、まあディスクブレーキのメリットなんですけども、まあ制動力が高いんで、まず軽い力でブレーキをかけることができるということは、まあ力のないまあ子供とか女性の方とか、あるいはまあ手が小さい人なんかでも簡単にブレーキを効かせることができる。それがまあメリットとして大きいと思います。雨の日とか、まあ、リムブレーキが効かなくなるような状況の時でもディスクブレーキは安定してブレーキを効かせることができるんで、まあ、天候に左右されないっていう意味でも、まあ、通勤とか、長距離走るとかそういう時なんかには、向いてるかなと思います。力をかけずにブレーキを効かせることができるっていうと、まあ、普通の人でも下り坂、急な下り坂で、しかもつづら折りになっててヘアピンになってるようなところで必要以上に、まあ、スピードを、まあ、落とさないといけないような状況ですね。そういう時なんかはリムブレーキだと結構もう手が疲れちゃうっていうのがあって、ディスクブレーキだったらなって思う時はありますね。ただまあ長い下り坂だとしても直線だったりすると、まあ、止まる必要がないんでブレーキをかけることってそんなにないんで、リムブレーキでもあんまり困ることはないんですけども、つづら折りなんかでどうしてもヘアピンで確実に曲がれるスピードまで速度を落とすっていう意味で言うと、リムブレーキだともう何回も続くとかなり手が厳しくなってきますね。あとはカーボンホイールなんかの場合ですと、リムブレーキだと、リムのところがまあカーボンで、クリンチャーなんかだと中にチューブが入ってるんで、カーボンのリムがまあブレーキのシュートの摩擦で高温になった時に中のチューブがまあ破裂してしまうとか、あるいはカーボン自体が高熱になりすぎて破損するみたいな、そういう事故がまああったりするんで、そこは気をつける必要があるんですよね。リムブレーキのカーボンホイールの場合っていうのは、そこの、知らない人がちょっと乗ると危ないかなっていうのがあって、まあ、知ってる人だと、まあ、例えば下りなんかでは交互に前後交互にブレーキをかけるとか、そういう、まあ、テクニックを使えば全然使用上は特に問題はないんですけども、まあディスクブレーキだったらそのリム部分に熱が発することがないんで、カーボンホイールでも本当好きなように、乗れるとかブレーキをかけられるし、ずっとブレーキかけても大丈夫だし、高温になることはならないし、まあ、中のチューブ気にすることなく、軽量の超軽量の薄いチューブなんかを使うこともできるんで、まあ、そこの軽量化には、寄与するかなと思います。まだまだメリットあるんですけども、例えば、リムブレーキの場合はそのリムブレーキの機械というかブレーキそのものの幅に制限があるんで、あんまり太いホイールが履けないんですけども、その、まあ、リムブレーキがなくなることで、フロントフォークとかの制限がなくなるんで、28mm とか 29mm なんかの太いタイヤを履くことができるのが、まあ、ディスク
ブレーキのメリットかなと思います。そうすることでより、まあ、あの乗り心地がいいタイヤにすることができるとか、パンク性、対パンク性能が高いタイヤとか、あるいはオフロードでも乗れるような、まあ、グラベルとか、シクロクロスみたいな感じでそういうところに乗れるタイヤを履くことができるっていうのが、まあ、メリットの一つとしてあります。あとはまあ、実際はちょっとどうかっていうのはあるんですけども、リムのところにブレーキのその力が加わらないんで、ホイールのリムを、まあ、軽くすることができるっていうのがあるんで、まあ、回転物体のそのまあ、一番外側を軽くするっていうことができるのはホイールの、作り方としては有利になるかなと思います。ただ実際そういうホイールは今のところまだ出てないみたいなんで、これは基本的にはまあちょっと机上の空論みたいな形にはなってます。あとはまあ見た目のところなんですけども、ブレーキ面がないんで、リムのところにブレーキ面がないんで、リムを真っ黒に塗ることができるんで、まあ、ホイールを安いホイールでもかっこよくすることができるっていうのがありますね。リムブレーキの ホイールだと、まあ、黒くすると結構そのカーボンにするとかエグザリットとかそういう処理をした、金属になったりで高価なものになってしまうんですけども、そこをただ黒く塗るだけでいいっていうことがあって、まあ、安いホイールでも、かっこよく仕上げることができるのがディスクブレーキのホイールのメリットかなと思います。ディスクブレーキの場合ですと、フロントフォークのところの先端の部分の剛性を高くする必要があるんで、まあ、全体的に剛性が上がって、まあ、乗り味がカチッとするというか、まあ、ハンドリングが良くなるとか、運動性能の方に寄与するところがあります。で、逆を言うと、まあ、フロントフォークの先端がの剛性が高くなるんで、しなりを持たせることがちょっと難しくなるんで、乗り心地の面では多少悪くなる可能性はあります。で、まあ、デメリットなんですけども、大きく言うと2つですね。重量の面と価格の面なんですけども、やっぱりディスクブレーキの方が、まあ、システム全体として、重くなるっていう傾向にありますね。だいたいリムブレーキのモデルと比べて 400g から 500g ぐらい重くなる、同じ構成で重くなるみたいな話はよく聞きます。リムブレーキだとそのブレーキそのものがいろんな、まあ、サードパーティーからいろんなものが出てて、まあ、超軽量のものとかも出てるんで、それに交換することによって軽量化っていうのがさらにできるんですけども、ディスクブレーキの場合っていうのはそこら辺があまりその選べる種類がないというか、そんなに軽量、そこで軽量化するっていうことがあまりできないんで、カスタムして軽量化するみたいなことがちょっとできないかなって思います。結構僕なんかはその自転車の軽量化の動画出してるんですけども、どこで軽量化するかっていうと、結構ブレーキ周りは軽量化するポイントの大きなところの一つでもあるんで、そこがあまりいじる要素がないっていうのはちょっとその軽量化するときに難しいかなって思ってしまいます。あともう一つのデメリットとしては、やっぱり価格のところですね。だいたい現状でもその同じメーカーで同じモデルの同じグレードのものでも、ディスクとリムブレーキだと価格で2万円とか3万円ぐらいディスクブレーキの方が高かったりします。で、まあ完成車で買う場合はそのぐらいの差で済むんですけども、バラで個人的に組んだりするときは想像以上に結構高くついたりします。また専用工具っていうのも結構別途必要になるんで、それを揃えるのにもお金かかるし、作業も結構複雑になるんで、自作する派の人は結構油圧ディスクブレーキなんかはハードル高くなるんで、なかなか手を出しづらい状況にあると思います。ディアグラの油圧式の STI レバーなんですけど、税抜きで3万6000円を超えるんですよね。アルテグラのSTI レバー、リムブレーキモデルなんかは税込みでも3万5000円台だったと思うんですけども、そのアルテグラより高いティアグラっていうのがもうその時点でちょっともうどうかなと思っちゃうんですけど、それほどその油圧式は結構コスト的には上がってしまいますね。まあ、そういうちょっとコスト的なところがあるんで、まあ、もし組み立てとかで油圧ブレーキのモデル組み立てるとしたら結構お金かかっちゃうなとは思います。導入するんだったらコスト的にもっと安くなってきてかなと思います。
で今言ったように、まあ、他にもデメリットがあって、そのメンテが結構めんどくさい、あと組み立てが結構めんどくさいっていうところが挙げられると思います。結構自作、僕みたいに自作で組み立てる場合で、まだ僕はデュアートディスクの、あのロードバイク組み立てたことがないんですけども、まあ、これからはチャレンジしていきたいとは思うんですけども、やっぱりそこは結構ハードル高いなと思ってます。やっぱりその専用工具もいるし、やり方もちょっとまだ詳しくわからないしということで、そこですよね。なんでまあ、あのお店で普通に買ってメンテも全部お店任せっていうんだったらもう全然いいんですけども、自分で何かこうメンテしたりとかっていうのを考えるとちょっとめんどくさいかなっていうのはあります。他にもデメリットとしては、輪行しにくいみたいな、ホイールを外した時に、まあ、ディスクが曲がったりとかっていうこともあるかもしれないし、そのパッドですよね、パッドがブレーキレバーを握っちゃうとくっついちゃって離れないみたいなこともあったりするんで、それ用のまあカードを買ったりしないといけないしってことで、ちょっと輪行がめんどくさくなるかなっていうのもあると思います。あとはまあちょっとお隣がする時があるっていうのも、まあデメリットの一つといえば一つかもしれないですね。まあ調整がうまくいってればいいのかもしれないですけど、やっぱりちょっとあの擦ったりとか、ちょっと割合そのシビアな、ディスクとパッドの感覚が結構シビアだと思うんで、やっぱりちょっと調整が悪かったりするとすぐ擦って音がするとか、あるいはダンシングとかした時にまあ擦ったりして音がして気になるかなみたいのがあると思います。あとはそのまあ今までリムブレーキのモデルとか持ってて、ホイールとかを別途そのいくつか持ってるような人だと、その資産が引き継げないっていうのがまああのデメリットの一つかなと思います。僕なんかもその一番気に入ってるホイールっていうのがロバールの CLX64 っていうホイールが、エアロホイールがあるんですけど、これがもうめちゃめちゃ良くて速くてすごいお気に入りで使ってるんですけど、で、まあ、格好も良くてっていうのもあるんですけども、それがまあ例えばディスクモデルに買い替えた時にホイールも同じやつを買おうと思ったらものすごい出費になるんですよね。結構高いし、なかなかディスクモデルのCLX64 ってそんなに出回ってないしってことで、そこがあのやっぱり出費になっちゃうところが大きいかなと思います。まあ新たにゼロから始める人はそこ関係ないとは思うんですけども、で特に CLX の64なんかは僕が使ってるのは白ロゴっていうので、そのロバールとかの文字が白で書いてあってかっこいいんですけど、その白ロゴっていうのは今レースとかでプロは使ってるんだけど市販品としては出てないんですよね。だからディスクモデルとしてその白ロゴの CLX っていうのが存在しないんで、それもちょっとそのなんていうんですかね、あのディスクホイールのバリエーションがまだそんなに多くない、多く出回ってないっていうのもまあ一つのデメリットかなと思います。で例えばそのボーラのまあディスクモデル、ボーラ1のディスクモデルなんかで言うと、フロントのホイールなんかが、フロントのホイールがリアと同じで、G3 っていう3本組のこうデザインのものになってるんで、前後同じなんですね。それがちょっとフロントの方も G3 組になってるっていうのはあんまり僕はかっこよく思えないのと、その重量的にも必ず重くなってしまうんで、ちょっとデメリットあるかなと思います。でやっぱりまあラインナップとしてもやっぱりディスクホイールの方がリムブレーキと比べてもホイールのバリエーションが少ない、でさらにそれを中古で安く買いたいなと思った時には、もちろん全然今のところ玉数が少ないんで安く買うっていう手段が少ないのもちょっとデメリットかなと思ってます。あとは、ディスクホイールのその止め方の問題ですね。リムブレーキのホイールだとクイックリリースみたいのがあるんですけども、それが、ディスクブレーキだとまあスルーアクスって方式なんですけども、ただそれがなんか統一されてるわけじゃなくて、止め方が結構各社独自みたいのを作ってるんで、ちょっとそこがバラバラになってるのがどうなのかなっていうのがちょっとあります。なんでそのスルーアクスルの止めるなんていうんですかね、シャフトみたいなやつをなくしちゃうとちょっと苦労するかなって、共通じゃないんでっていうのがあります。あとはその
そこもその、なんていうんですかね、リムブレーキのものですと、クイックリリース自体が、サードパーティー製ですごい軽量なものとか、まあ、デザイン性の高いものとか、いろいろ選べるんで、そういうところが、あんまりその選択肢がない。特に、そのメーカーごとに、その、特殊、専用のものになっちゃってると、まあ、全然選ぶことができないんで、そういうところの、まあ、カスタムの楽しみみたいなのはちょっとなくなるし、まあ、軽量化のポイントであったりするところが軽量化できないっていうことでもあるんで、そこはちょっとデメリットかなと思います。あとは、まあ、維持費とかですかね、そのオイル交換とかがまあ必要になってくるので、定期的にメンテナンスが必要だったりするので、まあ、1年ごとにオイル交換しなきゃいけないとか、まあ、リムブレーキだったら正直そういうことに気を使わずにガンガン、まあ、乗ってみたいな感じだし、ちょっとブレーキがずれてもリムブレーキだったら手でクイッと直せばいいだけなのに、そういうのも結構そのちゃんと調整しないといけなかったりっていうところが結構めんどくさいかなと思います。で、まあもちろんそうすることによって、その自分ではできないんで、まあ販売店に全部やってもらうっていうこと、お店に全部やってもらうっていうことになるんで、まあコスト的にやっぱりそこの維持費も高くなっちゃうのかなって思います。で、あとはまあデメリットではないんですけども、ディスクブレーキだからといって、その確実に止まれるかっていうと、結局はまあタイヤのまあ設置の面があるんで、そのタイヤのグリップの限界を超えると結局止まれないんで、まあタイヤロックしちゃうみたいな形で、結局制動力の最終的な限界っていうのはタイヤの方にあるんで、まあディスクブレーキかどうかっていうのはちょっと関係なくなっちゃうかなっていうのもあります。まあタイヤを太くできるってことで言えば、まあグリップというか設置面も大きくなって制動力も高くなるって言えば高くなるんですけども、同じタイヤ、例えば同じ 25C で比べた場合は、結局最終的にはタイヤのグリップによるところなんで、そこの限界を超えることができないんで、ディスクかリムかっていうのがちょっと関係なくなっちゃうかなっていうのがあります。で、リムブレーキのメリットとしては、まあ本当にもうすごく長く使われてきてるんで、まあ中古の玉数が豊富だし、製品のバリエーションもめちゃめちゃあるし、選びがいがあるというか、もう安く買うこともできるしっていうことで、まあとにかくその選びやすいっていうのですね。で、しかも特に今はディスクブレーキに移行中ということで、リムブレーキを安く、物で言うと片落ちみたいな感じで、今結構安く売ってることが多いんで、逆に今はそのリムブレーキモデルなんかを安く買うっていうのが、まあ美味しいかなと思ってます。まあメーカーとか含めて、まあ自転車業界の流れがもう完全にディスク、ロードバイクはディスクに移行するような形になってるんで、まあメーカーとかももうディスクブレーキしかハイエンドモデルは出さないみたいな形のメーカーも結構出てるんで、もう最終的にはもう強制的に移行させられるみたいな形にはなってるんで、まあ何年後かには僕も普通にディスクブレーキに乗ってる可能性が非常に高いです。ただ本当個人的な、まあ願いで言うと、リムブレーキもディスクブレーキも共存共栄して、まあどっちでも選べるみたいな、そういうのが僕はいいなと思ってます。やっぱり自由な社会なんで、ディスクしか選べないとか、そういう世界になっちゃうのは、なんていうんですかね、選べないっていうのはあんまり良くないなと思います。リムも選べるし、ディスクも選べる。それはもう個人の自由で好きな方を選べる、変えるっていう、そういう自由がずっと続けばいいなと思います。本当にその強制的に全部ディスクだけになっちゃうっていうのは、まあ、あんまり健全ではないかなと思います。で、特にその、まあ、ディスクブレーキは 100% もう全部メリットしかないっていうんだったら、もう、それに、切り替わっちゃうっていうのはいいと思います。例えば、オートバイとか自動車だったら、もう基本的には、もう、ディスクブレーキ以外のものっていうのは、全然もうない状態なんですけども、それで何もディスクブレーキにデメリットみたいなのは全然ないんで、それでいいと思うんですけど、ロードバイクの場合ってやっぱりまだちょっとデメリットっていうのは存在するんで、それが全部、まあ、ネガなところが全部こう消えてくれればもう完全ディスク、それは全然いいんですけど、今まだそのリムブレーキの方が結構メリットあるような状態だと、やっぱりリムブレーキを好きな人もいるし、
まあ経済的な理由でリムブレーキに乗ってるみたいな人もいるんで、それがその古いモデル、例えば、古い名車みたいのをずっと乗り続けたいっていう人が将来その、乗れなくなるっていうのはちょっと悲しいかなと思います。なんでその リムブレーキに乗り続ける、買うことのできる、選択することのできる自由みたいのがなくなるのはちょっと良くないなと思うんで、まあリムブレーキとディスクブレーキ共存共栄して いけたらなっていうのが僕の一番の思いです。なんでまあディスクブレーキ自体の良さは全然もう分かるし、自分的にも、多分3年後ぐらいには普通にディスクブレーキ乗ってると思うんですけども、まあそれでも、たまには古いリムブレーキのモデルも乗ってみたいな、古いフレームにの乗るときはまあリムブレーキしか多分ないと思うんで、そういうのが普通に乗れる環境、その、替えのパーツ、補修パーツが普通に手に入るような状況ではあっていてほしいなとは思います。ちょっと長くなったんですけど、僕がディスクブレーキに対して思っていることをちょっと一通り言ってみました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。